辺折り田でそうだよ。ちょっとここ折り田でそうだよ。ちょっとハンカチ濡らしてきましょう。顔に雲の差ってるし、よいしょ、いいな、これで綺麗になったかな。よし、綺麗になった、綺麗になった。じゃあついでに休憩せっか。でもこれ電線ね、通すんだよね。大変だよな。なんか虫がさっきから顔にまとわりついて、いいなあ、すごい綺麗。いや、まとわりつくな。俺にまとわりつくな。ああ、なんかこう気持ちがね、のんびりするというか。虫さえいなければ、お前らもうまたカメラ上向いちゃった。虫さ、目に入るな、目に入るのはやめろ。このね、すごいんだよ、ほんとさっきから。写真撮るのめんどくさいから、これ撮っとくか。さて、虫から逃げなきゃ。すごい頭、虫が、あのちっちゃい、なんていうの、うんかって言うんだっけ、忘れやった。いやー、なかなか綺麗なとこだ。うわー、あ、キャンプ、あ、違うわ、あ、別荘、山小屋、こんなとこに。うわー、いいなー。食事どころとかあるよ、こんなとこに。ん？これはどっちだろう。ん？ん？これね、地図がないからね、出ないから分かんないね。こっちがキャンプ場に行っちゃうのかな。え、どっちだろう。なんか道は、なんか雰囲気はこっちなんだけど、こっち、あ、こっちっぽいね。今のこっち
その道は、あ、そこの家に、すごい家だな、おい。なんだろう。すごい立派なお宅だよね。なんかいろんなもん干してある。あ、この下にキャンプ場みたいのがある。キャンプ場みたいなのって。うわ、すげえ。なんだこりゃ。川がさ、なにここ、採石場かなんかなの？これちょっと、採石場かなんかだな。まあ、違う、これ、ダム？湖かな、これ。あ、湖だ。ダム湖かなんかだ。すごい、なんか、あの、なんていうの、下の方はね、水少ないのかな、多分。ダム湖だね。これは、あ、発電所だ。なんとか発電所。ああ、そうだね。ああ、そうだね。すごいな、なんかあの、そこが見えてるっていうか、そこまでは見えてないけど、かなり、あ、いや、もう水ないもんね。ほら。ずっと本当なら、あっちまで水があるんだろうけどね、満水とかになると、あの木の下ぐらいまではあるんだろうけど、今もうその辺にしかないね。すごい走ったわけじゃないんだよね。何十キロ、100キロも走ってない、50キロぐらいしか走ってないから、大した走ってないんだけど。このくねっくね道だからさ、ああ下、あそこに多分あれ何町だか分かんないけど、あの天竜川沿いのあの大きな町が見えてきたね。どこか分かんない。もしあの元に戻ってたら嫌だな。着いたらね、なんか向こうに大きい町見たら、あ、いないじゃねえかここは、なんて戻っちゃったよなんて言ったら嫌だけど、まあさすがにそれはないだろう。まあそしたらそしたらいいんだけど。何なんだろうね、気温。おー、なんか、あ、出てきたよ、急に。急に広がったよ。これはどう行けばいいの？
これ？じゃないよね、多分ね。前のおじさんが乗ってるカブのナンバーが、あれは何だろう。あのね、白文字に、あ、白文字じゃないや、白いプレートに赤文字で、まあ番号書いてあるんだけど、あの、火って、あの非常口の火、火って書いてあるんだよね。なんか特別な、なんかあるのかね、よくわかんないんだけど。でも一応ね、自賠責みたいなの貼ってあるし、なんだろう、あの初めて見たかな。なんでしょうね、あれ。なんか特別な